ラリー・クラークこと、ローレンス・ドナルド・クラークは、アメリカ合衆国の映画監督、写真家。代表作は、キッズ、キッズ。オクラホマ州タルサ生まれ。幼い頃から、写真術を学んでいた。母親は、赤ちゃん専門の写真家で、13歳の頃から家業を手伝うようになった。14から6歳頃、クラークは、友人と共にアンフェタミンを打つようになった。 いつもカメラを携えながら、1963年から1971年まで、クラークは、自分がドラッグを打つ写真を、エクスポージングザリアリティーオブアメリカンサバーバン、ライフアットザフリンジアンドフォーシャッタリングロングヘルド。ミシックルコンベンションズ、ザットドラッグスバイオレンスワーンエクスペリエンス。 ソウルリー・インディケティブ・オブ・ザ・アーバン・ランドスケープという皮肉を添えて撮影するようになった。また、この頃から、薬物乱用や未成年のセックス、暴力、パインクやスケートボードといったサブカルチャーの一辺などに、触れてきた。写真集、タルサと、ティーン・レイジ・ラストの期間中、銃の不法所持と傷害罪で逮捕され5年間収容される。タルサは、 マーティン・スコセッシ監督のタクシードライバー、ガスバン、サント監督のドラッグストアカウボーイに影響を与えたと言われている。95年に進行があった映画マニアのスケボー青年、ハーモニー・コリンが19歳の時に書き上げた脚本を映画化。キッズ、キッズとして公開され映画監督としてデビューする。ありがとうございます。